日本冶金工業、日本冶金工業株式会社、日本冶金工業、英文表記、日本冶金工業 CEO、LTD は、東京都中央区京橋一丁目に本社を置く、東証一部上場のステンレス素材メーカー、鉄鋼メーカーである。なず、なす、日本、冶金オーステナイトステンレススチールの略称ブランド、関連会社であった。 住宅設備メーカーのナスステンレス、現、ナスラックでも有名で知られる、独立系のステンレス特工電気炉メーカー。ステンレス専業メーカーで、東京証券取引所市場第一部に上場している。1925年、消火器の製造販売などを行う、中央理科工業株式会社として設立。1928年には、加工品、火薬品、軍事兵器など、 の製造販売などを行うようになり、日本加工株式会社と解消。翌年、ステンレス工を所出工し1942年に社名を現在の日本冶金工業株式会社と解消した。東洋のクルップ社、現、ティッセンクルップとも称された。また、ステンレスメーカーの中で唯一、ニッケル精錬部門、大鉱山製造所を持っているため、 減量工が続く状況の中では大きな強みとなっている。なお企業グループとしては森徳明が創始した森コンツェルンの中核企業として発展。戦後は日本工業銀行、原水保銀行イコール水保フィナンシャルグループをメインバンクとし、工銀から社長や代表権を持った副社長、専務を受け入れている。1917年、京都府。 大鉱山に交渉が発見され、1933年から太平洋戦争末期にかけて兵器に不可欠なニッケルを確保するため、大鉱山から最高日本海に面した岩滝町の精涼場まで専用鉄道、蚊帳鉄道で輸送し、精涼した。この大鉱山ニッケル鉱山では、当時の日本の植民地だった台湾、朝鮮から多くの人が徴用されたほかイギリス人、 カナダ人、オーストラリア人、アメリカ人などの連合軍捕虜も強制労働に従事させられた。これに関連し、太平洋戦争中、中国大陸から京都、大鉱山ニッケル鉱山、現、大鉱山製造所、一時期株式会社や近大鉱山に分社化へ、暴力的、強制的に連行、強制連行され、非人道的で過酷な奴隷的労働を強要。 強制労働をされたとして、1998年8月、中国人、原告6人が日本夜勤工業を及び、国を被告として、一人当たり、約2200万円の損害賠償の支払いと、謝罪広告を求めて、都地方裁判所に提訴した。京都地裁、楠本晋、裁判長の判決は、2003年1月に出され、日本夜勤、国による非道な強制連行。 強制労働の事実、日本夜勤の安全配慮義務違反と不当利得、返還義務などを認定した上、大日本帝国憲法下においては、国家の権力作用に対して、損害賠償請求を認める法制度がなかったという、国家無党席の法理を否定したものの、20年の時効、除席期間経過を理由に、原告の請求を退けた。原告側は、大阪高等裁判所に控訴。 この第一審の過程では、裁判所は複数回にわたり、日本夜勤、国に対して和解勧告を行ってきたが、両者はこれを拒否し続けた。大阪高裁における、控訴審では、日本夜勤は裁判所の和解勧告を受け入れ、原告一人当たり、約350万円、計約2100万円を支払うことで2004年9月、一部和解が成立した。 なお、国は和解を拒否したためその後も審理は続けられ、2006年9月、大阪高裁、田中壮太、裁判長は、事項、除席、国家無党席を理由に、原告敗訴の判決を言い渡した。原告側は、最高裁判所に上告。続く上告審では、2007年5月、最高裁、田原六夫、裁判長は国への損害賠償請求を完全に、 退りける決定をした。冷間圧円ステンレス鋼板及び、鋼体、オビコを除くについて、同社のほか新日本製鉄と、住友金属工業、この2社は後に、ステンレス事業を、新日鉄住金ステンレスとして統合、並びに JFE スチール、日清製工日本金属工業の、計六社が、かねてより各社の営業担当部長級の者のによる、 会合、営業担当課長級の者による会合などを開催し、販売価格等について情報交換を行ってきた。ちなみに、日本における霊感圧円ステンレス交換及び鋼体の販売数量のほとんどは、これら6社で占められている。これについて6社は共同して、霊感圧円ステンレス鋼板の店売り取引、紐付き取引での販売価格の引上げを決定する。 ことにより、公共の利益に反して、日本国内の同行犯の販売分野における競争を実質的に制限していたとして、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものだとされ、2003年12月に公正取引委員会より勧告を受けた。同勧告につき、日本夜勤は韓国王託書を提出し、 2005年3月、11億759万円の課長金納付命令を受けた。2008年6月、日本冶金工業の連結し、会社、ナストアが製造、販売しているステンレス溶接交換について、JIS、日本工業企画の定めた品質管理試験の結果をデ造して出荷していたことが発覚た。ナストアが内部調査を実施したところ、 茅ヶ崎製造所において同規格に定められた耐圧試験等が相当数実施されていなかったことが判明したという。ナストアの発表によると現場管理者である茅ヶ崎製造所の所長は耐圧試験の必要性を認識していたが溶接方法の信頼性や自社の製造技術に対する過信、過去に同試験に起因する問題が発生しなかった。 試験実施に伴う生産量減少が危惧されたなどを理由に現場作業者に対して同試験実施についての具体的指示を行わなかったとしている。これに関して経済産業省から品質管理より生産量優先の姿勢は問題。技術への過信も見られ認識が甘いと指摘された。また、ナス等和に対して j i の臨時認証維持検査を行った結果、 鉱材の検査データの捏造像が確認されたため、同社の実認証の取り消しが決定した。かつて、千葉県勝浦市に存在した、動植物園を中心としたレジャー施設である。当初は、個人経営だったが、後に日本夜勤工業が、経営権を取得し、子会社である夜勤鉱山、現在は、海産が、管、株式会社、なめ川アイランドが運営していた。 1963年に開園。1976年に一度は破綻して、会社構成法を申請し、これ以後は日本夜勤が引き取るが、一度として黒字になったことはなかった。フラミンゴ賞や苦弱の飛行賞で有名だったが、1983年に東京ディズニーランドが千葉県浦安市にオープンすると経営はますます悪化。衰退は決定的となり、 ついに2001年8月に入場者数減少で閉園となった。1970年度の入場者は117万人、2000年度は19万人。また、閉園に際しては、運営主体の夜勤交算に対して、なめ川アイランドを存続させる会から1万5000名もの署名が提出された。日経ビジネス2001年7月の号、配軍の章、兵を語るによると、 なめ川アイランド、最後の園長である、当時の夜勤交算取締役、池田正美は、閉園に追い込まれたことについて、遊園地の運営民間企業、鉄鋼メーカーが行うなんて無理がある。私は、日本夜勤工業で本業の、金属部門を歩いてきた。レジャー施設とは、縁もゆかりもない。ものづくりではない、本業とは全く関係ない事業は、本当に、難しかったと述べている。 日産自動車による大幅な値下げ要求などに橋を発した未曾有の鉄鋼不況、いわゆるゴーンショックなどにより、日本夜勤工業も経営危機に陥った。これに関連し、2003年、日本夜勤は経済産業省に事業再構築計画を提出し、同省は産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、 両方に定める認定要件を満たすと認められたため、3月11日、事業再構築計画の認定を行った。これにより、日本夜勤は、川崎製造所、大鉱山製造所を、それぞれ株式会社夜勤川崎、株式会社夜勤大鉱山として分社化、新設分割し、高機能材、高付加価値材への大幅シフトに重点を置いた生産、販売体制へ移行し、 経営再建を図ることとなった。その後は、水保コーポレート銀行や日本政策、投資銀行による金融支援等もあり、計画を上回るペースで事業の再構築は進展、ステンレス特殊工メーカーとしての確固とした地位を築くに至った。ちなみに、この事業再構築のスキーム作りには、企業再生のスペシャリストとして知られる高木慎次郎、 独協大学法学部教授、当時が携わった。2010年、原料から製品までを一貫生産する体制の再整備と経営の効率化及び適切なガバナンス構築が必要として、株式会社夜勤川崎、株式会社夜勤大鉱山を吸収合併した。同時に、業務改革とシステム開発の迅速化のためとして、ナスビジネスサービス株式会社を 九州合併した。2007年9月、日本夜勤工業の新しい、ニッケル鉱石専用船が完成し、単国委員号と命名された。単国委員号は、積載重量55,649トン型、バラ石運搬船、船主、太平洋汽船株式会社、日本夜勤は、同社の大株主、船籍、パナマ、建造、株式会社大島造船所、 長崎県西園義郡大島町で、ニューカレドニアやインドネシア等から、大鉱山製造所、当時、株式会社夜勤大鉱山のある、京都府宮津市、宮津港へニッケル鉱石や石炭を輸送する、定期船として、日本夜勤のために要船する形態となっている。また、このタンゴクイーン号という名称は、夜勤大鉱山の所在するタンゴ地方にちなんだ、鮮明で、 地元小中学生を対象とした一般公募、応募総数1300県庁によって決定した。神奈川県川崎市川崎区富士見の富士見公園、川崎競馬場や川崎競輪場、川崎球場に隣接の敷地内に、日本夜勤工業川崎製造所、一時期、株式会社夜勤川崎として分社化において1966年から996年まで、 稼働していたプラネタリーミル熱化圧縁器フィードロール減速器用歯車が展示されている。圧縁器の入り口で後半を一定量送り込むための減速を行うのに使われたこの歯車により厚さ150ミリのステンレス鋼板を一度の圧縁で最大に3ミリに圧縁が可能となったことでステンレス鋼の一貫生産体制が確立し生産性が飛躍的に向上した。 世界に16機しかないと言われているうちの1機で同方式としては世界最大である。ちなみに体系のバックアップロールの周りに圧縁を行う小形のワークロールを多数配置した圧縁機であるためワークロールが惑星、プラネットのように見えるというのがプラネタリーのゆえん。またフィードロールとは後半を圧縁機の入り口で保持し、 一定量ずつ送り込む役割を果たす部分で、その原則用に使われたのがこの歯車である。川崎の産業を支えてきたシンボルとして2003年9月に展示されることになり、夜勤川崎、当時より寄贈された。2002年3月、日本夜勤工業は、海材物を制御した、高生上どこ製造技術により、アメリカが修国鉄鋼協会から、 ジョン・チップマン賞を受賞した。この賞は、鉄鋼技術に貢献し、学術的、工業的に優れた技術開発に対して贈られる賞で、特殊鋼メーカーの研究者としては、世界で初めての受賞となった。東京都の JR 中央線総武線、市ヶ谷駅付近に日本冶金工業の巨大な広告塔がある、なお、本社の所在地は、広告塔のある市ヶ谷ではなく、 中央区、京橋。1989年に同所に設置された広告塔はネオンサイン仕立てで、さあ、ステンレスの時代だ。おキャッチフレーズにしていた当時関連会社だったナスステンレスの広告も合わせて掲示されていたが、2007年これを18年ぶりにリニューアル。新しいキャッチコピーはステンレス高機能材、一つや金とした。 同様の広告塔は、大阪市西区西本町にも存在し、阪神高速1号環状線から見ることができる。日本夜勤工業の株式を保有している、主な株主は、以下の通り、新宅口を含む、数字は所有株式数、発行済み株式総数に対する所有株式数の割合、2012年3月現在、日本夜勤工業と、 類似した社名を冠している企業として以下の各社が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。